で、前回まではの、まあ、行列の回数、ランクを導入しまして、で、連立一次方程式の解に関する性質ですね。例えばその解を持つかとか、それからその解の個数がどのぐらいになるかということが、実はその与えられた連立一次方程式の係数行列、もしくは拡大係数行列のまあ、ランクから読み取ることができるという話を、しました。で、今日はその、まあ、それにですね、付随する定理がまだ2つほど残っていますので、とりあえず今日はその定理2つ説明するところから始めたいと思います。教科書は53ページですね。で、あと定理 2.16 と定理 2.17 が残っておりますので、まず定理 2.16 からいきましょう。定理 2.16 は、連立一次方程式の解の一位性という定理です。で、その解の存在ですとか、それから解の自由度に関しては、前回の定理 2.15 で詳しく述べましたので、大体その、証明を延長しますと、この定理に当たる、わけですけれども、内容は、連立一次方程式まあ AX イコール B という形で与えられたものとしましょう。これは前回もやりましたようにこの教科書の 2.2 式で与えられている形です。で、この連立一次方程式の拡大係数行列、これは前回もから考えているものですけれども、この係数行列 A と、それから右辺のベクトル B を並べた行列ですね。で、まあ、これに対して、その解の個数に関して次のことが言えます。この方程式が ただ一組の解を持つ、この方程式、連立一次方程式がただ一組の解を持つことの必要十分条件は、まあ、行列のランクに関する性質から言えるんですけれども、この係数行列 A のランクと、それから拡大係数行列ですね、これのランクが等しくて、で、ともに N に等しいと。N と言いますのは、変数の個数ですね。変数の個数であって、この A の列数なんですけれども、この A のランクと、それからこの拡大係数行列のランクがともに N に等しいとき、またそのときに限って、この連立一次方程式はただ一組の解を持つということが言えます。で、まあ、詳しい証明はここでは述べませんけれども、一応前回の その定理 2.16
15ですね、すぐ上の定理 2.15 の証明をたどっていきますと、こういった性質が導かれることがわかると思いますので、ここはちょっと各自考えてみてください。一応僕の講義ノートには証明はつけてあります。ここまでいいですか？で、でこの第2章の最後にあるのがその定理 2.17 でして、でこれは政治連立一致方程式の解に関する性質を述べています。で、まず、政治連立一致方程式という言葉を思い出しましょう。どういう方程式かというと、x イコール0ですね。で、右辺が0であるような連立一致方程式を政治連立一致方程式と言いました。思い出してみましょう。で、教科書ですと、これ2.8式というところに書かれていますので、定義を忘れた人はそこに後で戻って振り返ってみてください。で、あとですね、この政治連立一致方程式についていくつか普通ただの連立一致方程式とは異なる性質を述べますと、この政治連立一致方程式というのは必ず解を持つということに注意してください。補足ですけれども、一般の連立一致方程式にはその前の定理 2.15 でやりましたように解を持つ場合や持たない場合があり得るんですが、政治連立一致方程式は必ず解を持つと、少なくとも x イコール0という自明な解を持つという点に注意してください。で、問題はですね、そのこの政治連立一致方程式というのは x イコール0という自明な解は必ず持つんですが、じゃあ自明でない解ですね、ゼロベクトル以外の解を持つかどうかというのが問題になるわけです。で、それに関して次のことが言えまして、この政治連立一致方程式が、非自明な解ですね、すなわち x イコール0以外の解を持つための必要十分条件は、A のランクが N より C に小さくなるということです。ですので、もし与えられた政治連立一致方程式が自明でない解を持つならば、A の係数行列 A のランクは N より小さくなりますし、また逆に政治連立一致方程式が与えられていて、もしその係数行列のランクが N より小さいということが何らかの形で分かれば、その政治連立一致方程式は自明でない解を持つということが分かります。で、さらにこの時ですね、その自明でない解というのがですね、そのいくつかの基本解と呼ばれる解の線形結合で表されるということも
あの前この政治の立地方程式を学ぶときにやりました。で、その、基本解の、を構成するですね、その解の個数も分かります。でこの時その、まあ、N から A のランクを引いた差だけの個数の解、まあ、からなる基本解が存在します。というのが、この定理 2.17 の内容です。まあ、一般の連立一致方程式ですと、この N とA のランクの差というのが、ちょうどその解の自由度に当たったわけですけれども、まあ、先人一致方程式の場合は、まあ、その同様の意味で、そのまあ、ちょうどこの個数からなるその基本解が存在するということが言えます。ここまでいいでしょうか。というわけで、一応この第2章を一通りやってきましたけれども、その第2章でやってきたことをもう一回振り返りますと、そのまずその行列の行変形や列変形といったこの基本変形を学びました。で、そしてそれはどういう目的でやったかというと、その連立一致方程式の性質をですね、その行列の計算を使って調べるというのが、まあ、この章の目標にありまして、で、まあ、その結果、行列のランクという概念にを、まあ、定義しました。で、これは、まあ、行列が与えられると、その行変形や列変形の、まあ、手順に関わりなく、常に、まあ、なんでしょう、持っている性質でして、でしかも、その連立一致方程式のまあ、解の存在性ですとか、それから解の個数といった情報がランクを計算することで、ランクから得られるということが、まあ大体この第2章の内容で終わったと思います。で、この、まあ、行列とですね、それから連立一致方程式の話はですね、これからこの先なんですが、第5章ですね、その第5章にはその数ベクトル空間というのができてきて、その中で特に線形写像という写像が出てきますけれども、まあ、その線形写像というところでまたまあ、連立一致方程式もしくは行列のまた異なる側面からの性質を見ていきたいと思います。ということで、じゃあとりあえずこれで第2章は一通り終了でして、で次に第3章の行列式に入ります。で、行列式の部分でですね、すでに教科書を読んできた人は気がついたかもしれませんけれども、この第2章までとかですね、あるいはその第5章以降の内容とはちょっと経路が違う内容なんですね。で、じゃあまあとりあえず、まあ、全く教科書を見てきていない人でもついてこれ、来られるような、まず行列式の定義からやっていきましょう。3.1 節に、まあ、始めにという
説がありまして、で、まあ、教科書の58ページにはいろいろなことが書かれてあります。まず行列式というのがその、まあ、行列に応じて定まる特別なスカラーだということが書かれてありまして、あと行列式というのは正方行列に対してしか定義されないものだということも書かれてあります。で、じゃあその行列式とは一体まあ、何者かということとですね、それからそれがどんなふうに線形代数の中で使えるかというのを学びましょうというのが、まあ、この章の大まかな内容です。ということが多分、ということが教科書の方には57ページのイントロダクションに書かれておりますので、各自後で読んでみて確認してください。で、そこで、まずその 3.1.1 節が2次の正方行列の行列式ということで、で一応この教科書の58ページにその定義 3.1 というのがありまして、で定義 3.1 ではその1次の正方行列とそれから2次の正方行列の行列式が定義されていますので一応書いておきましょう。で、まあ、読めばすぐ分かるとは思うんですが、まず行列を与えてますね。で、1行1列の、まあ、行列、それから、2行2列の行列を与えています。の、まあ、行列式ですね。英語ですとデターミナントと言います。を、まあ、次の問い定めるっていうんですけれども、まず、1行1列の行列式というのは、まあ、その行列の成分そのものになります。であと記号なんですけれども前教科書にもありますがいくつか記号の使い方がありまして、一つはこのデトっていう記号の使い方なんですが、これは行列式の英語のデターミナントの頭文字から来ています。それから2行2列の場合ですと、まあ、こういうそのデターミナントの記号を使う書き方と、それから、この、まあ、行列と同じような形で、その境界線の縦棒で書く書き方と2通りあります。で、この
二次西洋行列の行列式は A の11の1241と、こういう形になるわけですね。それで、まあこの計算の仕方は多分まあ知ってる人も多いかと思いますけれども、この行列の成分をこう斜めにかけたものを足したり引いたりするっていうんですね。でこうして見てみますと、この対角成分をこうかけていったものをまあプラス加えると、それから対角成分と逆の向きにかけていったものを引くという形で、この二次の行列式が定義されていますので、確認してください。ここまでいいでしょうか。はい、で、まあ、問題はですね、まあ、これから勉強していく中では、一般のその N 次正方行列の行列式っていうのを定義していくんですが、その前に少しこの二次の行列式を取り上げまして、その行列式の、まあ、意味するところをですね、少し見ていきたいと思います。で実はこの教科書を見ていきますと、その、まあ、教科書の58ページのこの定義 3.1 の下から、その、まあ、いろいろなその二次の正方行列の行列式の、まあ、性質ですとか使い道について触れられています。例えば教科書58ページの下の方にあります例の 3.1 ですと、逆行列が行列式を使って表示できるという話 で、これ多分皆さんまあ、入試問題などでその二次の正方行列の逆行列を使ったり、あるいはその公式を覚えたりしたことはあると思うんですが、そこでその分母に出てくる AD-BC 分の1ですか、あれは実はこの行列式なんですね。この与えられた行列の行列式がこの逆行列に出てきたりすることでこともあります。でそれからあと教科書59ページに行きますと例題 3.1 でその連立方程式の解がその係数行列の行列式を使って表すことができるというのは、まあ、式がちょこちょこっと載ってますけれども、これは多分後でクラメルの公式という名前で実際に計算をやってみます。で、それでですね、こう、まあ、教科書60ページから61ページに、62ページにかけまして、こう、いろいろ説明がありますので、まあ、詳しいことを知りたい人は、これ、各自でこの教科書を読んでみてください。で、まあ、いくつもですね、その興味深い性質が、この教科書に載っていますけれども、なかなかその全部この限られた時間内で紹介するのは大変ですので、で今回に関してはそのこの行列式がですね、この行列を構成する列ベクトルですね、列ベクトルが
貼る平行四辺形のその符号付きの面積と呼ばれるものに対応していることに絞って説明したいと思います。で、今の話をもう少しきちっと書きますと、こういう行列式ですね。2次の正方行列のこういう行列式は、久々にその懐かしい平面ベクトルという名前に戻ってきましたけれども、この平面ベクトル、まあ、A をこの1列、第1列ですね。A11、A21。それから B を、この行列式の第2列ですね。A12、A22。この2つの平面ベクトルが、まあ、貼るというのを意味はもう、後でもうちゃんと書きます。平方四辺形の符号付き面積と。表すと。で、まあこれからちょっと時間かけてその符号付き面積っていうのはそのただの面積とどう異なるかという話もしていきたいと思いますので、まあその辺はこれからおいおい話をしていきますけれども、じゃあまずはそのまあ単なるこの2つの平面ベクトルが貼る平行四辺形の面積を考えてみましょうと。で、どうしますかね。一応次の図にしましょうか。そうか。もう一回言うかな。そしたらですね、じゃあ最初に、まあ、符号付きという話はとりあえず置いといて、そのじゃあこの平行四辺形ですね、一応ちゃんと書いてみましょう。ちゃんとというか、まあ、略図ですから必ずしも正確ではないかもしれませんが、大体の形を書いてみたいと思います。まあ、例えばこの平面上に平面ベクトル A と、それから平面ベクトル B というのがあったときに、まあ、この2本のベクトルで貼られる平行四辺形ですから、例えばこの平面ベクトル A をですね、この端点が平面ベクトル B の上を動くようにこうずずずずっとずらしながらいきますと、ちょうどこの平面ベクトル A を平面ベクトル B に沿ってこう平行移動していったときの、まあ、こういう、そうするとこういう図形がこうできると思います。で、ここがちょうど、A プラス B になっているわけですね。で、まあ、とりあえず、その、この座標が与えられていますから、ここの平面ベクトル A の先の座標が A の11と A の21ですね。それから、平面ベクトル B の先、先端の座標が A の12と A の22でした。で、まあこういう設定で、その、まあ、この平行四辺形の、面積をまず求めてみましょう。で、まあ、ここでは普通にその三角関数などを使って面積を求めることにしますので、この平面ベクトル A と B のなす角を、まあ、θ と、角度を θ と置きましょう。で、あとは、
この面積をですね、まあ、S ダッシュで表してこれを求めると。ということにしましょう。で一応ここのこれからやる計算の目標としましては、この平行四辺形のその面積が先ほどのこの行列式の表示にこう等しくなるような形で持っていくということです。で、早速じゃ計算に入りたいと思いますが、ここまで何か質問などありますか？大丈夫ですかね。はい。で、計算に入りますと、この S ダッシュっていう、まあ、平行四辺形の面積なんですが、これ皆さん多分これまでいろんな機械で計算してきたと思いますけれども、このそれぞれのベクトルの長さに、まあ、サインシータをかけたものにこう等しくなるわけですよね。一応、まあ、このサインシータは、正ということにしておきましょう。で、まあこのままですとその進まないですので、とりあえずこの両辺を二乗することにします。そうしますと、まあ S' の二乗ですね。でこれがあとはまあひたすらこうそれに合わせて計算をしていくんですけれども、 A の長さの2乗、 B の長さの2乗、 sin2 乗θ で、まあ sin2 乗θが現れると、よくやる置き換えというのは、これを sin2 乗θを 1-cos2 乗θに置き換えることですので、まあ、実際やってみます。これでいいんですかね。これでいいんですね。で、でまあこれを展開するわけですね。ちょっと黒板の端の方に来てしまいましたが、これマイナス、sin2 乗θということになります。で、実はここでですね、その一つ気がつくことがあって、この授業のだいぶ最近の最初の方ですね、平面ベクトルをやったときに、この A と B、ベクトル、平面ベクトル A と B の内積をやりましたが、実はここの部分というのは、この A と B の内積の2乗に等しいことが分かります。A と B の内積の2乗に等しいと。で、これを使うと、その、面積の式から、その、2本のベクトルをなす角、シータ、角とシータを除くことができるようになります。で、もう一度書き直しますと、A の長さの2乗をかける B の長さの2乗マイナス、A と B の内積の2乗と。いう形になります。
で、あとは今度はそのそれぞれのあのベクトルの、まあ、長さの2乗ですとか、それから内積の部分をですね、そのベクトルの各座標を代入して表しましょう。そうしますと、ベクトルのその長さの2乗というのは、その各成分の2乗の和ですから、これで表しますと、例えば A の長さの2乗は、A11 の2乗プラス、A21 の2乗ですね。それから B の長さの2乗も同じく同様に A1 の2乗プラス A22 の2乗となります。それからあと内積に関しては、これは各成分の積の和でしたので、この場合ですと A と B の内積ですから、まずベクトル A とベクトル B の第一成分の積 A の11 A の12プラス A の 21A の22と、これの2乗というなります。ここまでいいですか。で、あとはですね、これをその、まあ、展開して、それからこちらの第2項も展開して、でこういろいろ項の消去などを行いますと、ちょっとこれは途中の計算は皆さん各自で確認していただきたいと思うんですが、最終的に A の 11A の12マイナスA の 12A の21の2乗という式になります。ちょっと途中は省略しましたが、多分皆さんだったらこうちゃんと展開して計算すればうまくまとめられると思います。一応僕も昨夜の12時ぐらいに計算を頑張ってやりましたが、とりあえず幸いミスはしませんでしたので、それで、そうしますと結局その、これは S' の2乗でしたので、この両辺の平方根を取りますと、この S' というのは、A の11、A の12マイナス A のあ、ごめんなさい、A の、ごめんなさい、どこか違うの、A の22です、すみません。2ですね。A の2マイナス A の12、A の21と。まあ、平方根を取っていますので、これ絶対値にしましたけれども、まあ、こういった形で、こう、実は、この平方四辺形の面積が表されると。で、しかも、行列式ですね、先ほどの、行列の行列式がちょうど面積となってここに現れていることが分かります。ですので、まあ、少なくともこの行列式、二次正方行列の行列式というのは、その大きさに関してはこの行列を構成する、まあ、2本の平面ベクトルがある平行四辺形の面積に等しくなっているということが分かると思います。はい、ああごめんなさい、これですね。はい、すみません。ここですね。はい、ありがとうございます。そうですね、すみません。で、ここまでいいですか？少なくとも面積、その幾何的に計算した面積に関しては、その大きさは行列式と一致しているということで、じゃあ次にその先ほどですね、その、述べました符号付きの面積についてちょっと説明したいと思います。
で今度はその、括弧2としまして、まあ先ほどと同じようにこの与えた行列からの列からなる2つの平面ベクトルを取り上げますけれども、この A と B に対してまあ符号付きの面積と呼ばれるものを定めます。でこれをまあ S の A と B というふうに書きますけれども、これをまあ次のように定めます。まず1番目その大きさは先ほどのその幾何的な面積ですね、括弧1でやった幾何的な面積のまあプラスマイナス1倍と、まあ状況によってその符号は変わったり変わらなかったりしますけれども、まあ大きさはその先ほどの幾何的な面積と等しいということにしましょう。で、次に、その、じゃあ、符号はどう定めるんですかっていうことなんですけれども、この S の符号ですね。まあ、これ S の符号と呼ぶことにしますけれども、この S の符号は、まあ、ベクトル A と、ベクトル B の、まあ、なす、各、こちらの左の黒板で言いますと、ちょうどここの角ですね、この角によって定めます。でちなみに角度に関しては、角度はマイナス π から、まあ、π の間を取るということで、これによって定めます。で、どのように定めるかなんですが、ベクトル A からベクトル B に向かって原点の周りを回る方向というのを考えましょう。ちょっと回りくどい説明ですけれども、原点の周りを回る方向、だからこの黒板の例ですと、ベクトル A からベクトル B に向かって原点の周りを回るということですから、こういう回り方をしようというんですね。でこのベクトル A からベクトル B への回り方っていうのは、皆さん見てすぐ分かるように2通りの回り方があることが分かります。一通りは今黄色いチョークで書いた回り方、もう一通りは反対回り方がありますよね。で2通り考えられるんだけれども、その角度を測った時に角度がこのマイナス π から π の間に収まるような回り方を考えましょう。ですのでこの場合ですと、その時計回りで回るとその角度はπを超えてしまいますから、それは考えないと。ですのでこの場合ですと反時計回りにして、その角度が θ がマイナス π から π の範囲内に収まるような回転方向を考えます。で、まあ、そういう回転をしたときにですね、この角度を満たすような回転をしたときに、この回る方向が反時計回り
だったら、符号はプラスにしましょう。ですので、この状況ですね。今あるこの状況。A から反時計回りについた回ったところにこの B がある場合は、この面積はプラスにしましょう。で、逆に、時計回りになったときですね。ですので、例えばこの黒板の図ですと、このベクトル A と B が入れ替わっていったような状況を考えましょう。そうすると、A から B に回るというと、これ、角度θが、マイナス π から π の範囲で考えると、これ、時計回りに回ざるを得なくなりますので、ですので、この A と B がここで入れ替わっていたような場合には、符号はマイナスというふうにして、この符号付き面積をというのを定めます。ここまでいいでしょうか。多分皆さんの中にはあの面積に負の値を導入するというのは一体何じゃと思う人も疑問に思う人もいるかもしれません。で、多分そういう疑問を持つということは何でしょうね、この我々の現実の生活において、その現実に何か面積を持つものが負の面積を持つということはまあありえないわけで、何か実在しているものは正の面積を持つのは普通だという、そういう信念があるからだと思いますし、僕は全くそういう認識は正しい、それはそれで正しいのではないかと思います。で、しかし数学を考える上では、その正の面積ばかりなくて負の面積というような考え方をすると、より物事が合理的に進んだりとか、あるいはそのより一般的な物事を考えることができるようになるということがしばしばあります。例えば皆さん微積分の方でこれから積分を習うと思いますけれども、一つの認識として、積分、定積分、あるいは定積分の値っていうのは、そのある関数のグラフと、それからそのある区間と、それから X 軸で区切られた図形の面積であるというふうにこう教わった時もあるかと思います。しかし、その必ずしもその定積分の値というのは正になるとは限りませんで、例えばその負の値を持つ関数の定積分を計算しますと負になったりしますよね。で、それっていうのは、その単にその面積という概念だったものがより一般化されてですね、こうある時は正になったり、ある時は負になったり、それでも数学的にはつじつまがあって、うまくやっていけるということが、しかもそういう、そのような拡張した方がですね、いろいろな問題にうまく適応して、これまで分からなかったいろいろな知見が得られるというようなご利益もあったりしてですね、そういうことから、例えば負の面積を扱うも定積分で扱うことで、こう数学が発展してきたという一面もあるかと思います。で、ちなみにこのですね、この平行四辺形の符号付き面積っていうのを考えてみますと、一つの考え方としては、そのこの平行四辺形に表裏をつけて、その裏返した時は負の面積っていう考え方もできるかもしれませんね。例えば、ここにありますように、ベクトル A とベクトル B なんですが、A が皆さんから向かって右側の方にあるとしたならば、これで面積は正だというわけですね。ところが、この A と B の位置関係が逆になったっていうことは、言ってみればその平行四辺形を裏返したというふうな認識もできると思います。ですので、そういったですね、これまで我々が扱っていなかった、例えばその平行四辺形を裏返してみたとか、そういう状況を扱うことによって、そのより数学として一般的なものが扱えるようになったりとか、それから、それによって数学がより豊かな内容を含むようになるということもありますので、なかなかですね、こう先入観からこう逃れるというのは難しい場合もあるかもしれませんけれども、数学を学ぶときは、ぜひこう柔軟、頭を柔らかくしてですね、で、そういうこと言ってるけど、そういうこともあるんかいなぐらいの気持ちで、とりあえず本を読んだり、それから話を聞いてみると良いんじゃないかと思います。そこでですね、あと残りの時間もう少しなんですけれども、
じゃあこの符号付き面積から分かるですね、いくつかの性質を挙げておきます。でまずですね、基本ベクトルを考えましょう。基本ベクトル、1、0と、それから、まあ、0、1ですね。この0、1に対して、0と0、1に対して、この、2本のベクトルからなるその平行四辺形ここで順番が大事で、まあこれが E1 ですね。それからこれが E2 ですので、まあちょうど角度は反時計回りになるように定めるんですけれども、でこの面積はいくつになるかっていうと、皆さん非常に自明だと思いますが、これ1になります。今まあ、基本ベクトルは直交していまして、でそれぞれの長さが1ですので、まあ、平行四辺形、この平行四辺形はすなわち、まあ、長さが1の正方形なわけですね。ですので、この符号付き面積は1です。で、2番目に挙げるのが、まあ、反対称性とも呼ばれる性質なんですけれども、ベクトル A と B の、まあ、符号付き面積がですね、A と B を入れ替えると。A と B を入れ替えると、符号が逆になります。これは先ほど説明し、この図を使って説明しましたように、その、まあ、A と B を入れ替えるときに、その角度ですね、角の向きがその時計回りになるか反時計回りになるかっていうので、逆向き、A と B を入れ替えれば、この角、が逆向きになりますので、それで A と B を入れ替えるとこの符号付き面積は符号は逆になるという性質があります。でこれを使うと、その A と A 自身の符号付き面積っていうのは0になります。これは皆さん示せますでしょうか。もちろん直感的に A と A と重なってるから面積がないとも言えるんですけれども、この反対称性の式を使っても言うことができて、例えば A と A の符号付き面積ですから、この公式の B にこの A を代入すればいいわけですね。そうするとこの反対称性からA と A の符号付き面積は自身にマイナス1をつけたものに等しいと。で、こういうものを満たす符号付き面積といったらもう0しかありえませんから、そうすると、まあ、このベクトル、自分自身のからなる符号付き面積は、まあ、0になるということが言えます。で、ここまでいいでしょうか。
何か質問ある人いますか？はい。じゃあ、実はその今日はちょっと話が途中で終わってしまったんですけれども、次の時間ですね、この符号付き面積の続きの話をしまして、でその行列式との関わりについて見ていきます。でその上で、今度はその一般の N 字の行列式を定義するために必要なその置換という概念について説明したいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。